俺はコウジ、足を骨折して入院することになった社会人。入院に必要なもの全部入れておいたよ。落ち着いたら面会行くね。ありがとな。入院した病院はとてもいい雰囲気だった。しばらく筋肉休ませるか。次の患者は男社会人。顔面の方はどうかしら。うわ、なんでマッスル漂うイケメン。これは大チャンス。はあ、こんにちは、看護師の黒羽です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はあ、暑い。コウジさん入院しちゃってお仕事の方お困りでは。いえ、会社の方がうまくやってくれてて。会社ってどちらなんです？モマリ商事です。ほぼ全員年収1000万超えの大企業。聞いた。じゃあコウジさん、今日からよろしくお願いしますね。はい、気さくでいい看護師さんだな。来たわ来たわ、イケメン患者のチェックに費やした日々がついに実った。あの男退院するまでにゲットしてやるわ。ナースセンター、そんなにいい男だったかしら。ビサメ先輩、見る目がないですね。うっさいのよ。っていうか、患者からいい男探すより医者捕まえた方が楽じゃない。ダメですよ、医者なんて無駄にプライド高くて看護師を見下してるやつばっか。あんたの場合、性格で敬遠されてるだけなんだけど。その点患者さんは私に感謝してくれるもの。目つけてた患者の年収が低いって分かった途端態度表現させるくせに。そういうとこだよ。それじゃあコウジさん、今日の具合はいかがですか。痛いとこ撫でましょうか。はあ、今のとこ大丈夫です。なんか昨日より距離近い。どんなことでも言ってくださっていいんですよ。え、ちょっと近い近い。大丈夫なので降りてください。あら、遠慮しないで。ひぃ、黒羽さんの過剰な世話はどんどんヒートアップしていく。じゃあお体拭きますね。さあ上着を脱いで楽にして。自分でできます。ダメダメ、私はこれがお仕事なんですから。やめて、おまわりさん、看護師さん。何油売ってんのよ。完全なセクハラ禁止。なんかあの看護師、気さくっていうか距離感バグってない。黒羽さんは何度断ってもひたすら接近してくる。コウジさん、お食事の時間ですよ。はい、やん。手は動かせるので大丈夫です。コウジ、お見舞い来たよ。そうそうそう、ソラ。え、何してるんです。ソラ、違うんだよ。俺はやめてって言ってるのに、この人が。コウジさん、誰この女。私はコウジの彼女です。あなたは看護師さんですよね。彼女。あら、やだ、妄想がひどいみたい。いい先生紹介しましょうか。ちょっと、変な女が病室にいるわ。おかしいのはあったでしょう。何してんのよ。はいはい、不審者は出て行ってくださいね。うわ、ちょっと何すんの。コウジ、これ荷物。ソラ。あ、やっと出て行った。何ですかこの荷物。何って着替えだよ。着替え、まさか当選。翌日、あんな変な女がコウジの担当なんて冗談じゃない。今日こそコウジに面会させてください。あら、そう。でもコウジさんなら本当の301号室に移動されましたよ。私も今から行くとこなんです。なに、この人より先にコウジに会わなきゃ。301号室の限界まで速度落として早歩き、きつかった。コウジ、はい。コウジがシワシワになっちゃった。じゃなくて誰。まさか。こら、嘘教えたわね。しかも真反対にある病室。もう面会時間は終わったのでお帰りください。マキー、次の日も。今日は面会できない日で。面会する人めちゃくちゃ手入れしとるやけ。青頭の人は面会できないんです。また次の日も。コウジさんに会いたければ私を超えてみなさい。なんなのよあんたは。おお、3世代で鍛えた脚力舐めないでもらいたいわ。面会時間終了。8時まであの看護師と攻防してしまった。また面会できんかった。うわっ。まだまだ工夫が足りないわね。絶対負け。次こそあの女の方にも買いかかってやる。その頃の俺、はあ、空元気かな。あれから連絡も取れない。あんなの見られたら当然だよな。絶対あの時に愛想つかされたんだ。元気出せよ。コウジさん、今日は私に何でも質問していいですよ。え、じゃあ僕のスマホ返してくれませんか。あら、それはダメダメ。他のことなら何でも教えてあげる。いいです、もうこの人怖いよ。早く退院したい。次の日、クロハ、今日こそ討伐してやる。今日はコウジさんは一日中検査なので面会できません。アディオス。キャン、ま、負けない。でもどうしたら。ここでいいわさ。ありがとうわさね。すごいお荷物。わさわさ、あの、お
手伝いしましょうか。まあすみません、旦那の荷物いろいろ持ってきたらお荷物になっちゃって。その頃の俺、コージさんダメよ、そんな体で電話なんて。骨折と電話関係ないし、絶対空に何かあったんです、連絡しないと。一度も面会に来てない彼女なんかもういいじゃない。話してください、公衆電話に行くんです。ダメよ、だったら僕のスマホ返してくださいよ。それもダメだってば。漫画以外で骨折した人にしがみつくのは危険です。ありがとねお嬢さん。いえいえ、はどうせいやん、あれコージ、ソラ、コージ一日中検査じゃなかったの？そんなのないよ、ソラに連絡しようとしてたんだよ。クロハさん言ってたことと違うじゃないですか。コージさんなんてたくさんいるの。嘘ついて面会止めてましたね。今日も昨日も一昨日もずっと。ソラずっと面会来てくれてたんだ。そうだよ、その看護師に邪魔されてたの。邪魔されてた？さっきソラが一度も面会に来てないって言ってましたよね。面会に来なかったのは事実じゃない、あんたが邪魔したからだよ。イケメン患者とのスキンシップも仕事の一環よ。なわけあるか、全国の看護師に謝れ。コーチさんは私のものよ、離れなさい。転倒したら危ないやろかい。よかった、嫌われてなかった。はぁ、とっとと仕事戻ろうか。あっちへ追いきや、泡玉。なんだなんだ、看護師と患者と面会者の修羅場だ。あら、さっきのお嬢さん、ほら見せ物じゃないのよ。うわ、やっぱクロワさん怖。またクロワさんが男患者に色目使ってるのね。あなたどういうこと？あの人イケメンには愛想よくて、女としより子供には態度が超雑なんだよ。注射もめちゃくちゃ痛いし、最初愛想よくするよって来ておいて無職だと分かった途端手のひら返して無視だぜ。やっかましい、私ら看護師が世話しないと何もできないくせに。とんでもない看護師、どんどんビキビキ。あなたね、看護師が患者さんの前で集体さらしてどうするの？はあ？こっちは体酷使してわがままな患者の世話してやってんの。ババアに看護師の何がわかんの？いいえ、わかりますよ。まずあなた、一人の男性に執着するのをやめなさい。患者さんをより好みするなんて病院の恥です。挙句の果てに苦しんでいる患者さんをわがまま呼ばわり、看護師にあるまじき態度。ほえ、病棟でお騒ぎしてわめき散らして休んでいる患者さんに迷惑よ。それと首元、そんなに上げてみっともない。スパスパスパン、グフッ、髪もちゃんと束ねなさい。いやー、輪ゴムはやめて、痛い痛い痛い。仕事の邪魔になる服装も厳禁です。痛い、大げさまさ。一体どうしますし、うわー、わさびさん。あら、ひさめちゃん、おひさん、ひさめ先輩なんですか、このばあさん。このばあさんとは何よ。この方はね、この病院の伝説の看護師、わさびさんなの。昔のことよ、わさせ。伝説の看護師？お二人ともこの看護師が迷惑かけてごめんわさいね。わさしがきっちり叱っておくわさ。え、そんな。荷物を運んでくださったお礼よ。ゆっくりしていきなさい。入院中の一番の薬は彼女のお見舞いでしょ。伝説の看護師。こうして俺とソラはいつでも面会できるようになった。えがったえがった。いらっしゃい。来たよ。クロハさんは俺にまとわりつくこともなくなり、伝説の看護師にしごかれている。あれができてない、これもできてない、男選ぶ前に自分を磨きなさい。ギャーン。わさびさん、すみません、やめたのにご好意でクロハのこと見ていただいて。いいのよ。うっ、クソババー。こういうクソ生意気な子久しぶりだから、わさわさしちゃって腕が鳴るわさ。へー、ほらほら、次はあっち、今度はあっち、遅い。隙間とわないで、先輩助けて。眠れるわさびを起こしたわね、自業自得よ。そんな。伝説の看護師に気に入られたクロハさんのその後はチラン。